電子レンジ、電子レンジ、電子、レンジ、とは、電磁波、電波により、水分を含んだ食品などを発熱させる、調理機器である。日本における、電子レンジという名称は、1961年、昭和36年12月、急行電車のビュフェ、サハシ153系で、東芝の製品を、テスト運用した際に、国鉄の担当者がネーミングしたのが最初とされ、 その後、市販品にも使われ、一般的な名称となっていった。英語では、マイクロウェーブオーブン、直訳すると、マイクロ波オーブンで、しばしばと略される、とも呼ばれる。物の温度とは、おおよそ分子の運動量のことであるが、電子レンジはマイクロ波を照射して、極性を持つ、水分子をつなぐ、振動子に、直接エネルギーを与え、分子を振動、回転させて、温度を上げる。 いわゆるマイクロ波加熱を利用している。電力を消費して加熱する調理器具としては、他に電気コンロや電磁調理器があるが、電気コンロはジュール熱で発熱体を熱して発生する赤外線で食品を加熱し、熱の発生原理がまず異なる。赤外線とマイクロ波は波長が異なるため、その性質も異なる。赤外線は主に物質の表面を加熱する。 内部まで加熱されるのは熱伝導によるものである。一方でマイクロ波を用いた電子レンジでは物質の内部まで放射によって加熱されるものの水分子を含まず電磁波が透過するガラスや陶磁器は加熱されない。同じく加熱された部分からの熱伝導で間接的に温まることはある。電磁波の発生源としてはマグネトロンという真空管の一種が使われている。 出力は家庭用で500から700ワット程度、コンビニエンスストアや厨房機器として用いられる。業務用では1500から3000ワット程度である。電力を電磁波に変換する際のロスがあるため、インバータータイプの出力、温める力が1000ワットならば、電子レンジ自体の消費電力は1450ワット程度となる。日本では、 家庭用品品質表示法の適用の対象で、電気機械器具品質表示規定に定めがある。また、電波法に言う高周波利用設備に該当し、高周波出力 50W を超える機器のため、形式確認制度の対象となる。電磁波の周波数は 2450MHz で ISM バンドの一つであり、周波数を共用している無線 LAN や Wi-Fi。Fi 直下の 2400MHz 帯、アマチュア無線などは電子レンジを動作させると通信不能になる大影響を受けるが総務省国示周波数割当て計画客中に渾身を容認しなければならないと規定している。世帯普及率は日本において1970年代中盤に10%を超え1980年代の中盤で40%台から50%強。 その後半には60%台中盤から70%台となり、1990年代の中盤は80%台中盤から90%前後で、その後半には90%台中盤となり、2000年代の中盤から後半では90%台中後半を保っている。世界的には経済的に発展し、電力事情も良く、家電製品の普及している。 先進国の多くの地域でも安価な廉価版機種から多機能高性能な機種に至るまで幅広く流通し、その利便性が認められて広く使われている。1945年にアメリカ合衆国の冷戦音社で働いていたレーダー設置担当のギシパーシー・スペンサーによって発明された。などのような伝説的なエピソードが伝わっているが、実際には 複数のスタッフによる入念な観察の結果によって開発されたという。最初に電子レンジで調理した食物は慎重に選ばれた結果、ポップコーンであった。スペンサーの電子レンジでは紙袋を使ったトウモロコシの調理法で特許を取っている。2番目は鶏卵、ゆで卵作りだったが、これは卵の爆発により失敗した21世紀においても起きうる失敗。 なお、1944年、昭和19年、大日本帝国海軍は、海軍技術研究所と、島田実験所、原島田理科工業の前身にて、マイクロ波を照射して航空機などを遠隔攻撃するための殺人光線研究を行っていい。初の実験対象は、さつマイモで、不可思いものようになったという。その後、5メートルの距離からウサギを死なすこともできたが、 それ以上の大型化が困難となる。大和型戦艦から撤去した複方の旋回部分を利用してパラボラアンテナを設置する工事も行われたが、兵器として実用化されることなく第二次世界大戦の終戦を迎えた。開発者の一人、中島茂はマイクロ波でコーヒー豆を入る機械を製作して東京のコーヒー店に納入し収入のここをしのいだ。だが、 この電子レンジが商品化されることはなかった。冷製温社はマイクロ波による調理について1945年に特許を取り、1947年に最初の製品を発売した。高さ 180cm、重量 340kg、消費電力は3000ワットだった。この製品は非常に売れ行きが良く、他社も相次いで参入した。 火を使わずに加熱調理する電子レンジの出現は1950年代当時の人々を困惑させた。発売当初の電子レンジは高価であり、一般家庭に普及し始めたのは価格が500ドルに抑えられるようになった190年代後半のことである。欧米ではマイクロ波に対する健康不安など電子レンジへの不信感は根強く、1998年に 行われたイギリスでの調査では消費者の10%が電子レンジは絶対に言わないと回答している。日本では当初冷めた料理を温めたり冷凍食品を回答したりする程度の役にしか立たないとされる調理器になぜ高い金銭を支出して購入する必要があるのか全く理解されず消費者からすんなりと受け入れられたわけではなかった。そのためメーカーは 電子レンジがあたかも、焼き物、煮物、蒸し物、揚げ物、炒め物、茹で物等、ありと、あらゆる機能をこなす、万能調理器であるかのように宣伝して売ろうとした。これに対して雑誌、暮らしの手帳は1975年から1976年にかけて特集を組み、電子レンジ、この奇妙にしてグレツなる商品と題した記事を掲載、メーカーは何を売っても良いのかと告評し、 当時、暮らしの手帳の商品テストは消費者から高い信頼を得ていたため、電子レンジは万能調理器ではないという認識は消費者にも印象付けられた。暮らしの手帳は同じ号で蒸し器を使って冷めた料理を美味しく温めるコツについての記事を掲載した。このキャンペーンの影響で電子レンジに対してのネガティブなイメージは後年まで一部で残ることとなった。しかし、 ボタン一つの手まで料理を温めることができる便利さは大きな利点であった。高度経済成長で暮らしが豊かになる反面、各家族家と個食に代表される家族が食卓を囲み、揃って食事する文化が過去のものとなっていく過程で簡単に料理を温められる手段へのニーズが増大していき、普及していった。メーカー側も性能向上に努力し、食品の重量、 温度などをセンサーで読み取って、食味を損なわない最適な加熱を行えるようにするなど、今日では十分な性能を持つ調理器具としての製品を発売するに至っている。冷凍食品の普及と品質向上、冷凍食品を保存できる冷凍庫付きの冷蔵庫の普及進展、また電子レンジで調理することを前提とした半調理済み食品までが販売されるようになり、 利便性の高まりとともに普及率も高まっていった。また、それに伴う大量生産とコモディティ化による価格の下落がさらなる普及を後押しした。1970年の日本万国博覧会の会場周辺には電子レンジを組み込んだハンバーガーの自動販売機が登場して話題になった。この自動販売機は紙箱に収められたハンバーガーのみ、販売し、購入すると 自動的に内蔵の電子レンジに商品が投入、加熱された上で提供されるものであったが、パンは蒸気でふやけ、肉はパサパサ、という、ハンバーガーチェーンの出来立てハンバーガーに比べるといささか味気ないものであった。また効果投入から商品受け取りまで、加熱時間を含め1分程度待たなければならなかった。しかし自動であるため、深夜でも勘弁に、 温かい食べ物を提供できることや、食料ストックを冷凍することで、在庫、食品劣化リスクがほとんどなくなるという利点から、無人のドライブインや高速道路のサービスエリアなどを中心に設置が進んだ。こういった電子レンジ内蔵自動販売機は、その後の設置数の増加や、冷凍食品の発達にも助けられて、着実に社会に浸透し、様々なバリエーションが登場した。 現在では、焼きおにぎりや、唐揚げ、フライドポテト、たこ焼きなどを併売する機種も見られる。2000年代の日本では、普及率は90%台後半を保ち、温める機能のみの単機能な電子レンジであれば1万円以下で、購入可能で、レンジヒータースチームを組み合わせて調理する複合型、多機能タップも登場している。このような状況によって、 電子レンジで温めればそのまま食べられる食品も数多く店頭に並ぶようになった。コンビニエンスストアを中心に風味もよく簡便な冷凍食品や出来上がった弁当や総菜などが複数種類取り揃えられるようになり、スナックフードコーナーには電子レンジ対応メニューが定番商品として並び、その場で温められたり持ち帰って温めたりして食べられている。また、 スーパーマーケットなどの食品売り場でも、弁当や惣菜など電子レンジを利用する商品の扱いが増したことで、昼食産業の市場も拡大している。2005年4月、シャープは自社電子レンジの世界累計生産台数が世界で初めて1億台を達成したことを発表した。古内の状態は、マイクロ波の照射、吸収にムラがないようにターンテーブルを設けた方式と、 高出力、多機能製品を中心に採用している庫内がフラットになっている方式がある。このタイプはターンテーブルの代わりに内部でアンテナが回転している。業務用電子レンジでは出力を上げたり内部で乱反射させることで入れられた。食品を回転させることなく無駄なく加熱させ、製品もある。電子レンジは基本構造上。 商用電源周波数にその能力や出力が影響されうる。このため、より効率的な加熱を行ったり、きめ細かな火力制御をするために、インバータで電源からの影響を回避する機能を持つ製品もある。そのような製品は、交流電源を一旦直流にコンバートしてから、商用電源周波数よりも高い、所定の交流の周波数で高圧に変換するため、 電源周波数に影響されない、いわゆるヘルツフリー。ただ、そういった、機能のない旧来の製品や、温め専用など安価な製品にあってはその限りでは、なく、例えば、日本国内でも、西日本と東日本地域で、異なる、商用電源周波数に影響される製品も、あ、利用者の引っ越しなどで、ネックとなる。この場合は、優勝メーカー修理などの形で、 使用地域にあった部品への交換などの回収が行われる。また消費者側では移転先の電源周波数に合わないといった理由によって従来品を破棄して買い替えが行われる場合もある。電子レンジに他の機能を付加した製品も多く登場してきている。その代表的な例がオーブン機能のついた電子レンジ、オーブンレンジである。電子レンジにはできない薬という機能を 電熱線やガス燃焼を使ったオーブン機能で行い、オーブンと電子レンジの双方の利点をミックスしている。スチームを利用して加熱したり、あるいは食品の温度を計測しながら自動的に加熱時間を調整するなど多機能化した電子レンジも登場している。電子レンジでの調理は一般に、粉板テーブル片側に調理物を置きドアを閉めて、 スタートする中央ではマイクロ波が十分に照射されない。特に調理物の温度を赤外線センサーで確認しながら制御している機種などでは、庫内に調理物が置かれていないと正常な調理ができないことがある。電子レンジの調理方法について、高機能化した電子レンジではなく単機能の電子レンジであっても、 冷めた料理や素材を温める、冷凍食品を解凍するといった使い方のほかに、煮る、煮込むといった加熱調理器具としての位置づけもある。多機能レンジにおいて、調理法は各食品、料理に適した機能を選択して行う必要がある。電子レンジで温めを行う場合、通常は器にラップをかけて行う。これにより、食品を温めた場合に発生する。 水蒸気を複次的に利用し、水分の蒸発による食材のパサつきも抑え、蒸すのに類似した効果も同時に得ることができる。ただし、水分量が多いとふやけてしまうような食材、パンや揚げ物など、は逆に、ラップをかけないで、食品の下にクッキングシートを敷いて、余計な水蒸気を逃がし食品を皿の上で結露した、水によってふやかさせないなどの工夫も行われる。野菜。 特に火が通りづらい根菜類でも温野菜を作ることができる。これは食材の下ごしらえとしても行われる。レンジュパックなどのより簡単に温野菜を作れる調理グッズも出てきている。ケーキのようなものも電子レンジを用いて作ることができる。食感は蒸しケーキに煮る。加熱はできるが素材の表面が乾燥し焦げ目はつかないため焼き料理は作れない。ただし、 電子レンジを調理器具や冷凍食品の中には、電子レンジの調理機能のみで焦げ目がつく、よーく封鎖たもののような焼き物料理ができる冷凍食品や焼き魚や唐揚げの調理ができる包み材も商品化されている。電子レンジで調理するという意味の俗語が各国に存在する。電子レンジが登場した時、調理する行為には特に名前が付けられなかったが、 前述のアイズオンが由来となり、全国的規模で自然発生的に生まれた言い方である。文化庁による2013年度の国語に関する世論調査では、90.4%がチンするを使用すると回答している。この調査結果は、チンするという言い回しが広く日本語として浸透していることを示すものである。現代においてアイズオンでチンを用いているのは、 普及価格帯の単機能タイプが主体で、高出力化、多機能化した製品では、圧電素子を利用した電子音を用いることが一般的となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。